皆さんこんにちは、今日は沖縄失明高校生と暴走族ということでお話ししようと思います。沖縄で、高校生が、失明した件ですよね。この高校生と、暴走族の、関係について、お話ししようと思います。で本日ですね、2月18日の沖縄タイムスの記事で、こんなタイトルなんですよね。高校生の失明、採取した DNA と警棒の鑑定進める、沖縄県警暴走行為していないと SNS 情報を否定というふうな、タイトルになっております。で、本文を見ると、捜査一課は SNS などで一部事実誤認が拡散されているとして、男子高校生は当時暴走行為をしておらず、ヘルメットをかぶり免許を持っていた、バイクは盗難車でもないと説明したみたいな、ことは書いてあるというね。で、この、記事に、2月8日の、沖縄タイムスの記事へのリンクが貼られてるんですよね。で、リンクをクリックして、飛んだ記事のタイトルは、暴走行為に参加は誤り、今も続く高校生への中傷、拡散された3つのデマ、ファクトチェックっていうね、ファクトチェックして、誤りを正しましたからこっちも読んでねっていうね、そういうリンクだと思います。で、このファクトチェックの記事を読むと、暴走族の高校生、ノーヘル、盗難車無免許はいずれも誤りだったってね、3つのデマっていうことでね、書いてあります。このファクトチェックの記事、フェイクではないけど誤解を生みかねない内容だと感じるんですよね。だから、暴走族の高校生というのは誤りだったと言われると、この高校生が暴走族と無関係であるというね、全く無関係であるという印象を受けるんですよね。しかしですね、私が見たところ全く無関係というわけではなさそうだなというね、そんな風な印象を受けるんですよね。以下報道を見ていきたいと思います。1月31日の、FNN プライムオンラインの記事になります。タイトルは、搬送直前の映像入手、沖縄警棒オーダーで失明、情報 SNS で拡散し集結化…眼球破裂の原因はハテナっていうね、そんな、タイトルの記事に、こんなね、本文があるんですよね。男子高校生の友人が喋ってるということで、コザ十字路で暴走があるってよみたいな感じに言われて、じゃあ一回見に行ってみるみたいな、近くのファミリーマートにバイクを置いて待機して見てたんですよ。その時に暴走行為してたバイク集団がファミリーマートに入ってきて、自分たちもみんな捕まりたくないって散ったんですよっていうね、こんなね、証言というかね、話をしているっていうね、友人がですね。で、この男子高校生の友人が、この通りの証言、発言をしたという前提で話を進めます。だから、暴走族を見物に行ったんですよね。だから、ギャラリーとかね、観客であるっていうね、ことになります。暴走族を、抗議しに行ったんじゃないですよね。かっこいいとかね、見てるのが楽しいみたいなね、そんな風に考えて、見に行ってる、暴走族に肯定的なね、考えを持ってるっていうのがわかるんですよね。で、こういうギャラリーはですね、暴走行為に対する、協力援助になるんですよね。助長とか、そういう煽りみたいなね、そういう言葉を使うこともできると思うんですよね。精神的な援助になるんですよね。誰もおらん中ね、ブイブイ走ってても、寂しいですよね。やっぱね、見てすげえみたいなね、感じで見ててくれる人がいると、励みになるし、おっしゃ、もっとね、走ったろみたいなね、感じになるんですよね。精神的にね、すごい励みになって、援助になるんですよね。スポーツでもね、声援があるとね、頑張って走れるみたいなね、ところがあるんです。それと一緒になります。で、声援を送ったりするとね、分かりやすいですよね。精神的援助だな、煽ってるなっていうのが分かりやすいんですけど、観衆がいるだけ、見て、くれてるやつらがいるなっていうだけでもね、やっぱり気分がいいんですよね。俺らかっこいいと思ってるみたいだな、みたいなね、そんな感じで、
見ているだけでもね、まあ、精神的援助になるんですよね。だからまあそのなんていうかね、もう見ている方もその見られている側もまああうんの呼吸みたいな感じでね、あ見てるなっていうような、でまあ、あの見てる方もね、あのあ走ってるなみたいなね、見てますよみたいな感じで、なんかまあ一体感がねあるんじゃないかなと思います。というわけで、まあこの男子高校生、まあね、走ってくる暴走族の精神的援助をしていたということで、まあ全く無関係というわけではまあないみたいなね、そんな印象を受けるんですよね。でまあ、県警の説明をよく読むと、男子高校生は当時暴走行為をしておらずとしか 言っていないんですよね。でまあその、小川太平氏などのね、まああの、なんかね、なんていうかね、精力的なご活動でいろいろね、なんか情報も出てきて、まあ、小川太平氏がおっしゃってたところによると、コンビニの駐車場にいたんだから、ファミマの駐車場にいたところ、待機して見ていたところ、そのなんかチャリンコ暴走族っていうのがあるらしいんですね。もうこんな言葉初めて聞いたんですよね。まあそんな言葉あるんだっていうことで大変驚きました。なんかね、まあ自転車をなんかすごいデコレーションして、それでまあ走る、自転車で走ると。でまあ一番最後にケツ持ちという名のそのバイクが1台ついていて、まあ警察から守るそうなんですね。まあどう守るのか、まあね、グワングワンで走って、まあね、その近寄らせないようにするのかは知りませんけど、まあそういうなんかね、そういうチャリンコ暴走族というまあのがあって、まあそれがね逃げてきたそうなんですよね。だからその時、そのでまあその逃げてきたチャリンコ暴走族は警察に追いかけられていたっていう話だそうなんですよね。だからその時追いかけられていたチャリンコ暴走族の一員ではなかったっていうだけなんですよね。当時暴走行為をしておらずっていうのはそういう意味になんですよね。だから何なのっていうことですよね。だから暴走族のまあ援助者ですよね。でまあそのまあ暴走族と近いね、まあアウンの関係の仲間みたいにね見ることも可能だと思います。でまあこの当時暴走行為をしていなかったっていうのは、暴走行為をしたことがなかったとはまあ一言も言っていないんですよね。まあ過去に暴走行為をしたことがまああるのかないのかわからないけど、まあそこは否定されていないということになります。でまあ、その暴走族っていうのは別にその何て言うかね、その何て言うか社員証みたいなね、身分証とかがあるわけじゃないし、まああの何て言うか、何て言うか組織があるわけでもないし、まあ暴走行為をしたことが一回でもしたことがあったら暴走族と呼んでいいのかどうかもわからないんですけど、まあそのまあこの少年についてまあ警察の説明とかで明らかになってるのは、その時に逃げてきた暴走族の一員ではなかったっていうことだけなんですよね。だからまあ、まあね、暴走族の高校生は誤りというのもなんかね、あの、まあそこまで言い切っていいのかはちょっと私にはよくわかりません。でまあこの高校生がまあどのような人物かを伺い知ることができるまあ記事がね、もう一つあったんですよね。2月8日のフラッシュの記事になります。タイトルは、沖縄高校生失明事件、被害者母親が涙の独占告白、息子はこんなことになってごめんねと、というふうなタイトルになります。でまあこの中でまあ本文ですね、A はメッセンジャーで、アルジュンにすぐられて目がやばい、かっこ歩きのジュンさんに殴られて目がやばい、かっこ閉じると送ってきた、すぐに A のところに行くと道路に倒れて気を失っていました。でまあ、少年らは A さんが倒れていた場所で駆けつけた警察官に経緯を説明したという、みたいなね、まあ、そんな話が載ってるんですよね。で、まあ、この A ってあるのは、まあそのまあ、説明した高校生のことだと思うんですよね。で、まあ、この、なんかね、喋ってる友人はこのさっきのね登場した友人と多分ね同じじゃないかなと思います。でまあ、ここに出てくるアルジュンっていう言葉ですよね。でまあこれもね、小川太平氏のね、あの動画見てたからね、あの意味がわかるんですけど、それがなかったらね、何のこっちゃってね、まあ歩きの巡査ってまあ書いてあるんですけど、まあ歩きの巡査を略してアルジュンっていうらしいんですね。まあ普通はアルジュンと言われてもね、まあわからないですよね。でまあ、警察について、まあ、隠語が成立している集団に属しているっていうのがまあ分かるんですよね。でまあそれでね、普通にコミュニケーションは取れているっていうね。まあ、でまあその警察に関係でね、まあ、隠語を使うのは、まあ、代表格はね、まあ、暴力団とかね、あると思うんですよね。まあ、さっきもね、ちょっとあの、
検索したら、まあ、マッポとかいうね、まあ、言葉が出てきました、まあね、とか、まあ、なんていうかね、まあ、まあ、特殊な世界で、まあ、警察となんか敵対しているみたいなね、そんな場合に、まあ、隠語を使うみたいなね、そんなイメージがあります。で、まあ、暴走族もね、まあ、そんな、まあ、暴力団じゃないけど、まあね、まあ、警察との関係は似てるから、まあ、追いかけられたりするから、まあね、まあ、まあそんなね、まあ隠語を使うんじゃないかなとは思います。まあ、暴走族になったことないのでわからないけど、まあ多分ね、まあ使うこともあると思うんですよね。というなると、まあね、この少年も、まあそのアルジュンとかね、まあそういうね言葉を使っていたっていうのは、まあその暴走族とかと、まあ近いようなそんな印象を受けます。というわけで、まあね、この高校生が暴走族でないっていうのも、なんかね、その、まあ、誤解を生みやすいとかね、まあ、ちょっとね、実態と違った印象を与える表現なのではないかなって思うんですね。まあ、じゃあどう書けばいいかっていうと、まあ、暴走族を見に行った高校生とか、まあ、暴走族のギャラリーだった高校生とか、まあ、ギャラリー族っていうね、言葉もあるそうなんで、まあ、ギャラリー族だった高校生みたいなね、まあ、そういうのが、まあ、一番正確かなというふうに、まあ、思います。で、まあ、その暴走族っていうね、まあ、言葉を使ってきたんですけど、まあ、最近はね、鎮騒団っていうね、まあ、言葉を、まあ、使うそうですよね。まあ、鎮騒団、まあ、まあ、珍しいというかね、まあ、みっともない集団みたいなね、まあ、そんな印象、まあ、そんな、まあ、言葉だと思うんですよね。で、まあ、そんなものを見て嬉しがっていた、まあ、この男子高校生も、まあ、浅はかだなという、まあ、みっともないなというふうに思います。で、まあ、その全国でですね、まあ、先ほどから言ってくる、まあ、精神的援助ですかね、まあ、暴走族を取り締まっても、その暴走族をね、煽ったり、まあ、助長する人がいるっていうので、まあ、全国各地で、まあ、条例がね、まあ、制定されているみたいなんですよね。で、まあ、その、まあ、煽り行為を、その、まあ、まあ、禁止したり、まあ、禁止するだけじゃなくね、まあ、この地域でやったら、まあ、犯罪だ、まあ、罰金とかね、まあ、そういうふうに、まあ、犯罪であるっていうふうにされている、ところもね、結構あるみたいなんですよね。で、まあ、この度の、そのね、出来事があった沖縄市暴走行為と暴走行為を煽る行為の防止に関する条例というね、まあ、沖縄市でね、まあ、にこういう条例があるみたいなんですよね。概要欄にリンクを貼っておきます。で、まあ、その中に、暴走行為の助長等の禁止ということで、まあ、第10条ということで、まあ、つらつらと書いてあるんですよね。まあ、ただ、まあ、これは不特定多数の者が暴走行為をする者、または暴走行為に対する警察による取り締まりを見物する目的で、いろんなところに集合した場合だから、その、この、なんていうかね、当日の少年が、その、まあ、不特定多数の者であったかは、その疑問もあるんですよね。他に誰もいなくて、まあ、少年のグループ5人ぐらいがね、いただけなら、まあ、まあ、特定の、まあ、少数、なので、まあ、この条文には当たらないかもしれないけど、まあね、まあ、こういうふうな、まあ、ちょっとね、限定はあるけど、禁止行為があるというね、まあ、暴走行為をしている者に対して声援、拍手、手振りですよね、身振り、行けみたいなね、ね、または旗、鉄パイプ、その他これらに類するものを振ることにより、暴走行為はあることもね、なんかね、振ってたらね、まあ、行けみたいな感じがするっていうね、まあ、そういうのはやってはいけないっていうことになります。ただ、まあ、当日のね、少年にがこれに当たるかどうかは、ちょっとね、わからないで。で、まあ、その12条で重点禁止区域っていうのをまあ指定できるそうなんですよね、市長が。で、この重点禁止区域でさっき言ったような煽りを、みたいなことをすると、まあ、罰金10万円だから、まあ、一応犯罪にはなっているっていう。で、まあ、この当時のね、まあ、その少年がいた、そのファミリーマートの駐車場が重点禁止区域かどうかは全くわかりません。で、まあ、そのね、で、まあ、少年がね、その時どんな見方をしていたかですね、まあ、黙って見てるだけならね、まあ、この、この条例の煽りには当たらないので、まあ、だから少年の行為についてが犯罪であったかどうかは、まあ、全くわからないんですけど、まあ、こんな風に、まあ、禁止、まあ、されてる、まあ、まあ、ルールもあるということになります。というわけで、まあ、少年は、まあ、
なんていうか暴走族、当時暴走行為はしてなかったけど、まあ、暴走族とまあ近かったようなまあ印象を受けるので、まあ、あの警察署を襲撃した時の集まった人たちの印象とまあ非常にまあ、あの合っているっていうような印象を受けました。では、ご視聴ありがとうございました。